で、あちら3位は5030系がと9000系があります。松井大虎みたいになんか電車手振ったら鳴らしてくれるんじゃん。え、鳴らしてくれるの多分分からんけどな。いや、どうやろ、分からんで、多分大体鳴らしてくれたら手振ってくれる、ね、あー、クソ鳴らしてこなかった。いや、ちっちゃい子やったら、え、やってるやつおったよ、なんか。この電車に乗って。本日もボートライナーをご利用くださいまして、ありがとうございます。ここなんかね、ちょっと近いじゃないですか。2000型もね、結構この。はい、反射してる、電車が反射してる。うん、これ第6編成や。あ、開いた。専用のマグサがこれですよ。結構これ上までグーッと上がるんですよね、これ。こんな感じで行きます。第14編成は2005年生まれです。これだと同世代です。2005年生まれの車両が来ました。今日古い方来ましたね。はい、横のね、あのライン色が、新しいやつですね、あの電車。2015年かって。で、これ本線だの、こうまた放流して単線になってるね。じゃあもうかぶられるんじゃん、電車に。かぶられた。反対から来ました。あっちは、バーゴリア見てほら。あれすごいな、あの、タッチ脚すごい、あれ。第11編成。タッチ的多すぎやろ、あれ。木のやつじゃないよな。うん。やっちゃ。本数クソ。いるかな、あれですね、あれ那覇行くやつですね。見える、ひゅーちゃん見える、あれ今飛行機行ってる。あれ今那覇行くやつ、そらすやで。ちょうどあれに乗って、あの1点僕らも那覇行く、うん、で次はあの、お、これどう行くねん、この飛行機。スカイマーク、え、どっちかが仙台で、どっちかがあの樋口、あれどっから来たやろ。樋口、あれ、こうやって来た。ああ、そういうこと。で、あれ、じゃあ空港どっから来たやろなーって。スカイマーク並んでるわ。スカイマークだらけや、ここ。さすが神戸のスカイマーク。降りてきました、あれ。神戸要素これなぁ、反射してきたな、夜やから。
来ましたね、あれがエアドゥです。札幌から来ました。札幌から来たエアドゥです。737やな。767も一番あるんですけど、引退した機材もあるんで、あれは800じゃあ700かな、低い。それ3倍までしか行かれへんから、そうマックスでできん。スカイマーク、あー響き渡ってるわ。あれ写真撮って、スカイマーク飛んでいきます。あれも多分、仙台か札幌、札幌じゃないわ、沖縄行きじゃないですか。多分先に仙台行きじゃないですか、あれ仙台先行って、その後にあの沖縄行くの便が後を追いかける感じで行ってますね。はい、どういいじゃないですかこれ、ちっちゃい737出すのね。ここはマーク多いで、この時間3便から連続来るからおもろいね、この時間帯。これは沖縄ですね、おそらく時間的に、順番的に先にな、仙台行くのは先行かして、那覇は後から来るんでね、はい、これが、これもやっぱ結構乗ってますね、ここはあれやで、もうポートが、ポアイができた時からあるんよね、この路線は。こっちからも右側も電車来た。すごいな、右からも左側も電車来ました。